なんかあんまりそういう質問ないよねっていう話をしてたんだけど、お兄ちゃんのこと聞かれるのって嫌？いや、あんまり気にしないんですけど、でも、なんか聞かれても、あまり答えられないんですよ、私。あんまりわかんないんですよ。でもなんかすごい仲いいっていう イはい。メージなんだけど、仲はいいんだよね。はい、いいです。お兄ちゃんの存在ってやっぱ大きいですか？そうですね、やっぱ、まあ、自分自身も、やっぱり学ぶところもありますし、でも自分自身がうまくいかなかった時とか、そういう時に、まあ、自分からこういう時はどうしたらいいとか聞いたりするんですけど、まあ、その時も答えてくれるので、はい、たまに聞いたりしてます。どういうこと聞くの？いや、でもスパイクのこととか、あと、なんかサーブレシーブとか、いろいろ聞いたりすると、まあ、自分はこういうふうにやってるよとか、もっとこうしたらいいんじゃないとか、そういうのは、聞きたい人いっぱいいますよね。そんな、前に聞きたい人もいっぱいいると思うけど、そう、レベル違うとこの会話をしてる。いや、そんな。は すごい。い。なんか、お兄ちゃんと比べられたりとか、もああ。しあるのかなと思ったり、それはそれでちょっと嫌なのかなと思ったり、聞いていいのかなと思ったり。なんか、でも聞かれても、なんか、どう思ってますかって言われても、まあ、なんか、まあ、なんだろう。まあ、学ぶところもあるんですけど、別になんかそこまでそんな特別な思いがあったりとかもないですし、普通に、すなんごい笑か、ってる。なんでそんなんかな。普通に家族だから、なんそうか、だよね、お兄ちゃんなのね。はい。はい。そうだよね。だからなんか、すごい周りがな。騒ぐだけだよね。うん、そうです。だから特に私自身あんまり、そんな気にしてないです。でもいいね、なんかそういうプレーとかもさ、なんかこう、まあ、お兄ちゃんもトップ選手だし、前ももちろんトップ選手なんだけど、なんかそこを、なんか話を聞けるって、すごい羨ましいよね。なんか、みんな羨ましいと思そうですか。なんかう。もう私は普通になんか聞いおて兄ちゃんだもんね。はい じゃあ最後に、はい、私、関西テレビ V リーグを盛り上げるプロジェクト、V ウエストのアンバサダーになりました。見ました、SNS で。ありがとう。で、なんか私に期待するはい。こととか、なんかこういうことやってみたいなのありますか？でもなんか私自身こうやってガリサさんと話できるっていうのが嬉しいので、なんか、思ってる。思ってます、本当に。なんか、あんまりこうやって話す機会っていうのも、ワールドカップの時だけだったんですけど、あんまりそんな長い時間話したこともなかったので、すごい嬉しいです意味なくし。なったから いやいや、本当に。確かにもう、ね、あの時はい。ももう忙しいじゃん。なんかさ、はい。大会始まったらもうそんなね、おしゃべりしてる暇もないぐらいね、忙しいから、バレーのこと以外そんな話したこともないもんね。これはなんか、でもなんか、私自身は本当に、こうやって話せるだけでも全然嬉しいです。本当だからになん思っか、てる？本当に思ってます、本当に。なんか、全然。本当に思ってます。本当に思ってる？ ありがとう。だからなんか、自分が、まあこうやってたくさん話すっていうことは、自分から話しかけるってことはないんですけど、でもなんか、本当に話しかけてもらえるとか、そういうところは私自身嬉しいので、なんか、本当に、なんだろう。なんか、普通に、なんか、たくさん
話したらいいなって思います。普通の話ってこと？いや、なんか、いや、なんでも、なんかバレエのことでも、なんか、すごい、話できたらいいな。とにかく、選手と話すってこと？はい。なるほど。じゃあ、どういう話聞きたい？普通に質問していいですか？あの、サーブレシーブのことなんですけど。何でも答えるよ。なんか、なんだろう、サーブレシーブするときって、一番意識してくることとかってありますか？意識したら、帰んなくなるから、もう感覚をつかむしかないと思ってて、私は。もう、なんだろう。それだけなんかこう手にしっかり当てなきゃとか 思っても実際来るボール一本一本違うし、はい、その時その時でやっぱ対応変えなきゃいけないと思うから、もうとにかくこう練習で自分の受けやすい取り方だったり、なんだろう、タイミングとか、どの腕はどの位置が一番取りやすいのかなとか、もちろんその入るポジションによって違うと思うけど、それをつかむのが一番帰るようになるコツかなと思います。ありがとうございます。すいません。すいません。なんかこちらこそすいません。今、いい感覚で取ろうと思っても、なんかその時の感覚がと違くて、なんか、でも自分でも、何がそのいい時と帰んない時の違いなのかなっていうのがまだはっきりしてないから、なんか帰る時は帰るんですけど、今いつもの感覚で撮っても全然帰んない時っていうのがあって、私結構手に当たんないな今日みたいな日が、だいたい悪い時ってなんかどっちかにしか当たんないとか、うん、があって、その時はちょっと距離を近く速いボールを打ってもらって、手はもうこういう感じでもう当てるだけのイメージを最初、イメージっていうかそれをやって、でなんか速いボールの方が当てやすかったりするから、それを掴んで実際のサーブ打ってもらったりとか、そのなんかこう当てる練習、別に帰んなくていいんだけど、それはちゃんとここに当たったら OK みたいなことやってたり、面にしっかり当てる、うん、であとなんかどっちかっていうと低いイメージ、ありがとうございます、分かんないけど、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあもうすぐ金曜日だよね。そうです、はい、もうシーズン長いんですけど、はい、怪我なく今年こそは、はい、頑張ります。頑張ってください。また会場にも行きたいとは、行きたい気持ちはすごくある。はい。応援できるの楽しみにしてます。私も楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。待ってね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。皆さん、石川真佑選手のインタビューいかがでしたか？石川選手とは2019年に一緒にプレーさせてもらって、なんかその時よりすごい話すこととかバレーに対する思いとか考え方がすごい熱いものが伝わってきて、試合を見るのがすごく楽しみになりました。はい、カンテレバレーボールチャンネルの登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。